アウディの純正、これかっこいいですよね。このまたこのタイヤのね、このパパ、これね、サイドが薄いのはほんとかっこいいんだよな。先日、車屋さんから電話来まして、購入した車はですね、フィクシス版、ダイハツのハイゼットカンをですね、5月に契約したんですけど、そろそろ納車できますっていうことで電話あったんですよ。だって8ヶ月ですからね。長い長い。車買ってもすぐ来ないですよね、今ね。もう1年、2年待ちとかなんでしょ、プリウスとかね。で、そんな感じで、ようやくね、1月登録、多分ね、2月になると思うんですけどね、ようやく来るっちゅうことで。で、買ったのが、グレードがね、このデラックスってやつですね、これの白を買いました。で、白の場合、このデラックスはね、パールホワイトとかでは選べないんですよ。本当の商用車の白ですね。で、ここのバンパーがね、黒なんですね。この下の部分は黒ですね。あと、後ろは丸っきりの黒と。一番ね、安いグレードになると、これ全部、素地のプラスチックなんですけど、一応デラックスの場合はここまでは、ボディ同色になってるんですね。で、まあ、一昨年にね、息子の車買った時にやっぱり3ヶ月ぐらい待ちで、その時はね、まだそれでも良かったんですけど、今本当にね、もう半年待ちとかが当たり前になってできてたんで、去年自家用車車検だったんで、そのタイミングでね、その納車遅いっていう情報もあったんで、そのタイミングで契約しました。そうするとね、僕来月帰るんですけど、まあそこでね、車使えればよかったんで、まあ別にね、半年ぐらいの納車待ちは別にね、今東京いるんで問題なかったんですね。はい、そんなとこで、まあ車来るんですけどね、ちょっとこの軽バンっていうのがね、ホイールキャップとかもなんかないんですよね。なので、アルミホイールはね、冬タイヤはアルミホイールサービスでつけてもらったんですけど、まあこれ、鉄ホイールじゃないですか。で、これもね、やっぱね、アルミ欲しいなと思ってたんですね。しかも、このケイバンってね、12インチのね、この横の幅、なんていうんですか、これ扁平率が高いっていうんですか、低いっていうんですかね、分厚いんですよね。なので、帰ったらね、インチアップしようかなと思って、今ちょっと物色してたんですけどね、15インチぐらいにしたいなとか思ってたんですよ。で、K のね、タイヤって小さいんで、安いんですよね、そこそこ。アルミとタイヤ、セットで買ってもね、4、5万で買えるのかな、安いやつだったら。高級車のね、18とか20インチになってくるとね、もう20万とか30万とか高いんですよね。K の場合はね、結構安く買えるみたいなんで、ちょっとね、帰ったら買いに行こうかなと思ってたんですよ。あと、軽バン用のね、オプションもなんかいろいろネットで探してたらあって、まあ納車されたらね、付けようかなって思ってたのが何個かあるんですよね。こんなリアバンパーの上の部分ですね。これ傷防止のやつなんですけど、荷物積み下ろしするときにね、傷つかないようにってやつなんですけど、こんなのもね、買おうかなと思ってました。これでも高いんですよね、結構ね。1万3800円。だから車の部品って高いですよね。で、こんなね、フラットにするようなパネル、フロア、なんていうんですかね、これなんか見た感じでも木製でもベニヤ板じゃないのかなっていう気するんですけど、違うのかな。これだったらね、もう自分で切ってできますよね。ベニヤ安い板買ってきて、切ったらこれ自作までできますよね。これなんか27,800円だと高いなと思ってね、見てたんですけど。あと、フロアマットもなんかいろんなのあってね。まあ、フロアマットはゴム製じゃなくて、純正の布製のやつね、つけてもらったんで、まあ、この辺はね、別にいらない。ドアハンドルですね、なんかメッキにするようなやつもあるんですね、これね。これもなんか面白そうだなと。まあ、ここまでいらんか。よく車のね、ここら辺、爪で傷つくじゃないですか。で、それ防止する用の部品っていうのもね、結構車ごとにありますよね。純正じゃなくて、普通に売ってるようなやつ。これもね、結構ね、気になるんですよね。白い車だと傷つくんでね。あと、こんな、これ車中発狂ですかね。なんか目隠しのやつとか。これも高いなぁ、でも。12,800円もね、するんですもんね、これね。あとね、今、車中泊って結構流行ってるじゃないですか。で、その荷台をね、荷室を別途にするような部品っていうのもこれ結構売ってるんですよね。なんかこんな感じのフラットにできるやつ。で、これ、まあこんな感じのね、骨組み組んで、あと上にこのパネル敷くっていうやつなんですけど、なんかここのね、下の方に隙間できるんで、ここに荷物入れたりできるみたいですね。まあ、ちょっとね、車中泊も一回やってみたいなって思うんですけど、これ、後ろのね、窓開かないんですよ。ここね、はめ殺しになっちゃってるんで。まあ実際あんまり車中泊って現実的じゃないんですけど、まあ一回はね、ちょっとね、やってみたいなっていうのもありますね。あと、ホイールはね、軽バンなんであんまりこんなケバケバしいやつは合わないじゃないですか。なので、これなんかね、シンプルでいいなと思ってた。今見てたんですよね、こんなデザインのやつ。で、アルミホイールってね、昔からそうなんですけど、洗いやすいやつじゃないとダメなんですね。メッシュの細かいようなやつだと掃除しにくいじゃないですか。こんなデッシュタイプとかね、スポークでも5本スポークとか洗いやすいのがね、いいんじゃないかなと思って今見てたんですけどね。僕で若い頃流行ったアルミホイールっていうのがこんな感じのやつなんですよ。これ渡辺だったかな。
なんかこの形状のやつはね、よく流行ってましたね。これね、スカイラインに合うんですよ。このハコスカのね、プラモデルも作ったな、これ。そのプラモデルにもこのホイールついてましたね。で、ハコスカといえば当時、スカイライン。ケントメリーのスカイラインですね。これも人気ありましたよね。スカイラインもね、このサーフィンラインって結構ハコスカの時代からこうあったんですけど、これ最後だったかな。まあこれがね、トレードマークだったんですけど、まあこれにとらわれてデザインの自由度がなくなるっていうことで、これ廃止になったんですよね、サーフィンラインって。確かで、スカイラインもこうかっこいいですね。 GTR スポーツカーですね。で、昔ね、流行ったアルミホイールっていうのは、こういったね、あのデッシュのやつとかね、これはまたちょっと違うかな。あと、なんだろう、タイヤはピレリの P7 ってやつがね、流行ってましたね。これ今でもあんのかな。なんかネット見たらね、画像が出てきたんで、まだあるんですかね。これかっこいいんですよ、なんかね、ピレリ P7。 あとバイクはね、これ流行ってましたね、当時ね。ダンロップの TT100 ってやつこれもまだあんのかな。で、うちの息子ね、一昨年買ったルーミーっていうのがこれなんですよね。で、一応アルミホイール、これ標準でついてくるんですけど、なんかターボのやつがね、かっこいいなと思ってよく見たら、これ15インチなんですよね。ターボでないやつはこれ14インチなんですよ。だからこれやっぱりホイールでかいな、かっこいいんですよね。あとこれがね、ダイハツのトールの多分純正のオプションだと思うんですけど、ちょっと街で見かけたんですけどね、これかっこいいですよね。ルーミーじゃない、トールか。ダイハツトールですかね。で、あの、アルミホイールはね、さっき言ったようにシンプルな、洗いやすいのが好きなんですよ。こんなね。今スポーツカーもベンツとかなんかこんな感じのやつついてますよね。と、これ、アウディの純正、これかっこいいですよね。このまたこのタイヤのね、このパパ、これね、サイドが薄いのはほんとかっこいいんだよな。これはレクサスですかね。あとネット見たらこんな今、扁平率すごいやつあるんですね。これね、なんか見た感じ、ちょっと表示がね、見えないんですけど、これもう、扁平率20とかじゃないですかね、今ね。スポーツカー履いてるやつ見ると30個とかね、30とか今ありますけどね。こんな薄いのあるんだと思ってね。まあ、ここまで来るとちょっとあまりにもっていうイメージなんですけど、まあ、今度、軽買ってホイールインチアップしたら50ぐらいにはしたいかな。多分145とかの幅だからね、50とかでもかなり薄くなると思うんですよね。だから見た目すっきりすると思うんですよ。はい、ちょっと横道にそれました。そんなところで車来たらね、ちょっといろいろちょっと時間もあるんでいじってみたいななんて思ってました。はい。